皆様すいません、さっきね、録画が止まったので、ね、やってきた、続きをやっていきたいと思います。なぜかね、録画がね、自動的に止まっちゃったんですよね。おーっといいとこに落ちた。ということはこれを開けるにはどうしたらいいんだろう。止まってよ、ここに落ちちゃダメだから、こうやって、待って、向こうに落ちないでお願いだから。あ、トリコちゃん、見えないわ、見えないわ、見えない、そこ邪魔、そこ邪魔。そこのね、ところに行きたいの。あなた見守るしかないのね、きっとね。ちょっと待ってて、待っててね。したらいいんだろうね。トリコちゃん、どいてどいて。ああ、落ちないようにもしかしたら止めてくれてるのかな。トリコちゃんは、あそこ落ちないように止めてくれてるのね、きっとね。そうなのね。ちょっと待ってよ。待ってよ。こっちへ。で、トリコで、止めて、そして、こうやって、オッケー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 。トリコちゃん、そこどいて。そこどいて。どいてどいて、どかないといけないじゃん。なんで、そこどかないと邪魔しないで。やだん。どいてよー。そこどいてくれー。トリコ。こっち押して。いけるかな、いけるかな、いける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 、もうちょっと行きなさい。はい、よっしゃ、よっしゃ、あ、いた。いや、もう苦労しましたね、やっと。ああ、トリコちゃん、久しぶり。撫でてあげるね、上がらしてね、トリコちゃんの上にね。ありがとね。ありがとね。本当にもう、お久しぶりね。上に上がらせてくれな。上がらせてくれな。動き回る。トリコちゃんが動き回る。はーい。ありがとね。なになに？そっか。樽かな。動かなくなっちゃったら樽か。なんだっけ？もしかして、ちょっと待ってね。樽はね、さっきね、なんか見たような気がするんだよね。勘で行こう。これ、ここしか行くとこがないから、ちょっと行ってくるね、トリコちゃん。待っててね。ああ、さっきね、道具がどうしてね、止まっちゃったんでしょうかね。こっちかな。どこだっけ。あそこの、この後ろにね、あったような気がするの。どいて、首がないぞ。首がないぞ。どうしたらいい。この後ろにね、樽がね、あるような気がするのよ。ちょっと待って、どうしたらいい。どいてもらうにはどうしたらいい。え？ちょっと待って。どいてもらうにはどうしたらいい？じゃなくて。待ってよ、そういえば。首がさ、さっきのところに一緒にあったやん。あれがヒントかな？首を持ってきて乗っければいいのかな。間違ってるかな。なんかね、ちょっとひらめいちゃったんですが、意味もなくね、首がね、ここにあるっていうことはないんですよね。絶対に何か意味があるから、ここにこれがあるんだよね。持って持って。そうじゃなくって、なんじゃこれ。バグ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 。はい、これ持って。お願いだから持って。おかしい。はい、持った。よし。あ、持って。よし、それを持って、
で、乗って、入れて、これ意味もなくね、あの中にあるとは思えないのよね。イエカフィラゼィ、アウゼィ、アテケティサギャゼィ、アウィゼィ、アタミゼィ、イエトネよトよよユよルよソよよホよイよよヨ、どういうことだ、イニアどういうティことネだ。タ。よよよ、あなたは本当にもう、なんだ、おろせ、こら、お ろすのだ。捕まったら、トリコちゃんの、タルが、ここ入れないで。よっしゃ。逃げた。よっしゃ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 、いいぞいいぞ、よっしゃよっしゃよっしゃ、逃げるのだ。で、樽を掴んで、樽を掴んで、よっしゃ。いや、逃げろ。やだ、どけろ、どけて、どいて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 、いや、もうね、樽、やめてやめてやめて。やめて、やめてったら、やめて、やめて、いや、やだ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 。どっからやり直しになるかな、大丈夫だった。タル持って、逃げて逃げて、先に逃げる方が先か。さっきはちょっとね、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。こっちに引き寄せといて、引き寄せといて、ちょっと待ってよ、引き寄せといて。で、はい、タル持って、少年よ、違うだろ、タル持って、その樽を持って上に上がるの、早く早く上に。もう本当にもう 私どんくさい。ちょっとね、指がね、疲れてるんですよ。ごめんなさいね、皆さんね、指が疲れる。どっからやり直しだよ、どっからやり直すのも。あまり興奮しないで、こう指がね、痛めちゃいけないので、あまりこう でもするよね。あ、失礼しました。どっからかな。あ、こっからか。じゃあね。もうほんと。首輪どこ？あるわね。これを持って、そう。もうほんと。疲れる。どうしようかな。まず逃げて、最初に逃げて、それから樽を取りに行った方がいいかな。すぐそこにいるのにね、樽を持ってもあれな、捕まるだけだから、まずこっちに上がって逃げていくことが大事よね。よし、逃げろ、少年よ、逃げろ。よし、こっちにおびき寄せといて、来た、こっちにおびき寄せといて、で、取りに行くと。で、慌てないで、樽を持って、で、そして、持って、こっち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 こっ
いや、投げないで。よっしゃ、はい、上上がろう。ああ、よかった。もう。いや、樽投げない。樽を拾っとく。よかった、勘が当たって。ね、意味もなく。置いてないとなんであるのかなと思ったのよね。はい、トリコちゃんありがとう。私ごと食べるつもりだったの？そんなことないよね。ちょっと近く見ないと食べないのよね。はいはい、あーよかった。あ、ちょっとトリコちゃん上がっとこ。これ上がるの？よし、おひさん
ありがとう、トリコちゃん。さあ、どこ行こう。どこ行こうか。どこかな。次はどこ行くんかな。多分ね、あっちだと思うんだよね。飛んで、向こうに飛んで、そう、来よう、行きますか、行きましょう、トリコちゃん、はい、よーい、せーいっけそして、今度はどこだ、どこ、トリコちゃん、今度はどこ、あそこね。分かった。ここ上がっていって、上がって、そう、あなたはね、上がりすぎ。ちょっとね、トリコにちゃんと捕まって、こっち来て、首のとこにいるとね、はい、なんでやねん なんでやねんって ねえ、トリコちゃん、行く行く、よっしゃ、飛ぶ、行きましょう、レッツアゴ、あら、なんで、ここなんだってば、この上に、そうなの？それで？それで？こっから？こっからどこ行くの？そうなんだ、そこか。反対から回ったのね。で、次は？次はどこ？それで、ここかな、ここ飛ぶのかな、うわー、すごい、うわー、もう一丁かな、もう一個で、だってここじゃ私どうしようもないでしょう、どうしようもないでしょう。もう一個行ってくれなきゃ。なんか言ってるように聞こえるのよね なんか言って、まさか私こんなとこじゃ降りないでしょう。だって降りないよね、降りないよね、だよね。はい。そして、どこでしょう。こっちかな？こっちかな？うわ、こっちだった。次はどこ？次はどこ？トリコちゃん、ここはもう私、まだ？まだ？ちょっと待って、ここは、あ、そうなのね、ありがとう。さっきのとこ？もしかして。ここさっきのところ、トリコ。もうちょっと先進んで。もしかしたら、
トリコ、あそこ？あなたが来たところ行くの？そうよね。あそこに行くんじゃない？トリコが降りてきた穴に入っていくんじゃないかな。違うの？トリコちゃん。なんか今いけるかな、怖いとこにいるけど大丈夫か。いいよ、よっしゃー、いけたー。はい、それから怖いわー。ここはどこ、ここはどこ、ここは私降りるべき？降りるの？降りればいいの？ここは。うう。降りていったらいいのかな？ここは私が降りるのかな？わからないけど降りてみようか。とりあえず、初めてのところだからね、ここは。ん？ここは何もないね。なんだろう。トリコちゃんとここの穴に来て、ん？こっちは何？ここは。ここは何だ？やっぱりどこも行けないよね。トリコちゃん、連れてってやっぱり。どこからどうすりゃいい？向こう側かな？ちょっと待って。で、トリコの背中に乗って、ここなのかな、ここに行くのかな、もしかしてこっちの感じ？ん？え？そうだったのか。はい、ちょっと捕まろう、捕まろう、捕まろう。怖いから。いや、首から降りろってか。分かった、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 分かったから、ここにいるから。私はいけないもんね。はいはい、ここはどこ？ここはどこですか？で、ここは降りた方がいいの？トリコちゃん。ここで降りた方がいいのかな？下に私落ちないよね。よっしゃ。ここはどこだ？なんだ、ここは。なんだろうかね。ああ。ああ、なんだか。いい。すごいなあ。こんなとこがあるんだね。なんだろう。あそこに滝が流れてるね。わお。こっからどうしたらいいんだろう。私はどうしたらいいんだろう。トリコちゃん。あれ？トリコは？トリコちゃんに乗って、乗るしかないよね。乗るしかないよね。ね。後ろかな？まさかな？まさかね。まさかだよね。お願い、連れてって。ここじゃないのかな？え、なになに？座り込んでないよね。ここはなあね、ここは。
お、ごめん。そうねよ、ごめんよ。あ、なんだ、なんでもなかったね。どこへ上がったらいいんだろう、見えないんだけど、ここの穴かな。そこだと思うのね。あ、あそこ、あの上。違うのかな、こっちかな。私間違ってる？わあ、トリコの羽が綺麗。ちょっと高いか、トリコには高すぎる？高いかな。ちょっと降りて調べてみようか。ね、調べてみようかね。こっからどっかに行くわけじゃないよね。もしかしてこっち？こっちかな？もしかしてここ？ここ行くの？そうなの？怖い。わわ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 。ちょっとちょ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 い。ちょっと。よっしゃ、こっから、こっからどうすんのよ、ね、こっから、ここ上がれる？上がれないよね。下を伝って上がる？でもここまでよね。違うよね。トリコに飛び移ろ。そこにいる。ここじゃないね。トリコが乗れって言う。トリコには乗れって言ってるから、トリコに乗り移ろ。はい。よっしゃ。で、だよね、そこだよね、行くよね、トリコちゃん行ってくれるよね。はーい。わー、怖い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 。そしてこっからは、どっちどっち、どこ行くの？よいしょ。わお。そしてどこだ。あ、ここに住むね。よー、怖っ。あー、どっちにしても怖いわ。で、ここで降りるべき、私。ここで降りればいいの、トリコちゃん。降りるべき？ここは降りるべき？私。で、どうしたらいい？え？ここね。あ、ここね。ここ行けってか？行きますわよ。行けばいいんでしょ、行けば。
いや、怖い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 よ、怖いよ。誰がこんなところを作ったんでしょうね。ねえ、こんな建物を作るだけでも大変なこと。うわ、怖いわ、怖いわ。で、ここ行くの？本当に行けるの？うわ、怖い。マジ？行けないでしょ、ここへじゃない、きっと。あ、違う。トリコちゃん、どうしたらいい？私、向こうに行ける？ここから飛んだらいける？ここ飛んだらいける？行ってみる？行ってみようか。よっ。行けた。怖いわ。本当にもう怖い。よっしゃ。あ、もうちょっと。うわ、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 う
ここ、あ、もうちょっとこっちかな。あ、いやいやいや、そうじゃなくてここで。あれ？あれ？おかしいな。よっしゃ、上がった、上がった、上がった。はあ、もうほんと心臓に悪いわ。お願いしますわ。で、ここまた上がるの？よっしょ。この板がね、今にもなんか古そうよね。だいぶぐるりと回るみたいね。で、ここを降りると、で、ここよっしょ、で、こっちに行くと、あー怖い怖いわ、怖い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 。もうゆっくりゆっくりだね。はいはい、はい、こっちに来て、はあ、で、下に降りて、はい、慌てないで慌てないで。ここ上上がる？上がらないよね。上がらないで、ああ、もう、ほんと、寿命が縮みそうになっちゃうわ。ああ、怖い。あれ？ここはどこ？ここはどこ？ん？トリコは？トリコはどこよ？トリコちゃん。トリコは来れないのかな？あ、そうか、あそこを開けるのね。わかったわかった。あそこを開けてあげないとトリコ来れないのよね。多分。あれを開けてやらないと。あそこにトリコがいるね。いるね。ちょっと待っててね、トリコちゃん。待っててね、開けてあげるか。あたたたたた。今開けるからね。はい。よっしゃ。いいよ。お待たせ。そういうことだったのね。その間にちょっと行ってみようか。その、あそこの、あの、明かりのあるところに。行ってみようか。誰がこの明かりを灯してるんでしょうね。なんだこの装置。ここ降りるしかないのかな。ここはトリコの嫌いな場所よね。でも降りるしかないんだろうね、きっとね。こっちになんかあるのかな。ん？何もないよね。なんか、うわわわわ、駆け足になってる。うわ、駆け足になってる。うわー、トリコー、トリコー、トリコー。おろして、おろして、よし、トリコちゃん。そしたら、あの、突き飛ば、トリコちゃんが来てくれた、来てくれた、来てくれた。だけどトリコが、トリコが、あれ、何、角がなんか、角が反応してる。この、そのための角、これって。目が、トリコの目が、トリコの目が、いや、やめてやめて。トリコちゃん、私襲わないで。そしたらいいの、トリコ、私だってば、ダメよ。いや、どうした、いや、どういうこと？
やり直し？それ、あ、違うわね。なんだろう。村？少年の村？あ、たくさんの子供たちが寝てる。なんか蝶々が飛んでるね。なんだろう。なんだ、夢？夢？少年の周りを蝶々が飛んでる。どうして？夢？なんか見てる？これ、あの少年だよね。夜。何かが近づいてきてるの？もしかして。何かがこの村を襲うの？何？それとも少年の、うぅすごーい。トリコ？トリコなのかな？トリコじゃないもんね、これ。トリコにしたら、ちょっと顔が違うくない？鎧を着てるよね。少年の目が光ったけど、どうして？あ、鎧を着てるからトリコに見えないんだ。本当はトリコなのね、これ、きっと。ああ、少年を食べちゃう。だから人食いトリコのオアシ、人食いオアシのトリコっていうのはこっから来るのね。なんで？みんな食べられちゃうの？どういうこと？トリコと、なんで少年食べるの？どうして、どうして、なんで？これで一番最初のシーンにつながるのかな。そういうこと？なんか一番最初にトリコが食べられた時、このようなシーンがあったよね。ちょっとこれ、トリコちゃんはいい子なの、いじめないであげて。なんだけど、どうしてトリコは少年を食べちゃうんだ。どういうことなんだろう。意味が分かりません。どうして、どうして。うわー、そんなよりやりをしたりして。本当はおとなしい、いい子なんだってば。だけど、ねえ、少年はなぜ食べられたの？目が光ったよね。トリコと共鳴してるのかな。何？選ばれし者？もしかして、少年は。何だろう？捧げ物？人見悟空？やっぱりそういうことなのね。RPG のね、何だろう、ゲームしてるとね、よくこう選ばれし者とかね、言葉が出てくるのでね、それを今ふっと頭にひらめいたので、口ずさん、思わず言っちゃったんですけど、そういうことだったんですね。どこに行くんだろう。それでどうなるの？で、あれかしら、なんだっけ、一番最初少年と出会ったところがあるでしょ？鎖につながれてた、そこに行くのかな。なんか後悔してるけどな、すごい翼ね。ちょっとここは黙りましょうね。
ああ。ああ、それで角が落下して折れちゃう。どうなったんでしょう。そっか、鎧着てたから落ちてもあれだったのかな、大丈夫なのかな、どうなってんだろう。あらまあ、岩がまさに、え、誰に運ばれてる、鎧に運ばれてんの、どういうこと、トリコ死んじゃったの、どういうこと、トリコのお腹の中にはねえ少年がいるんだよね。あ、ね、まさにあの一番最初スタートでのこの場面だよね、ここは。っていうことは少年はどこ、やっぱり鎖につながれてる、いいんだけど、少年は、少年はいないよ。あ、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 こういうことだったたのね、でお腹の中にいる時にあんな模様ができちゃったのね。でもそれが何の意味があるの、え、どういうこと、トリコ、トリコ、トリコ、アイユーラボオーティーウカイヤアネトゥータラアテデケダロゼアダトゥオノゼアウォークークオマラゲナラウォーソーイナクーバスティゼアウィゼ、そうなんだ。だからここに閉じ込められてたのね。少年はどうしたんだろう。大丈夫かな。少年はどうし、トリコちゃんが心配だよね。なんかね、顔の色が白いもんね。いやちょっとイベントっぽいのでちょっと黙りましょうね。皆様お楽しみください。相当いたよね。気絶してるだけなのかな。息を吹きかけてるよ、トリコちゃん。
でも反応しないからね。優しくなんかしてるよね。丁寧になんか扱ってるよ。どうしたの？少年ね。なるほど。あったかいところに連れてきたのね。いやいや、踏まないでよ。私は今ちょっとイベントなのでコントローラー操作できないんですね。どうするんだろう。水の中へつけたら気がつくかって。頭がいいね、トリコちゃん。どうだ、溺れない？このままじゃ溺れない？溺れちゃうでしょ。よかった。あ、少年気がついた。あ、よかったね。よかった。トリコちゃん。怪我してないのかい？大丈夫なのかな？それでは皆様、今日はね、こちらで終わりたいと思いますね。これまだね、先がありそうなんですね。ここで終わりではないんですね。なんかね、まるでエンディングのようなね、感じだったんですが、まあここで終わりというわけではないので、まだ続きそうですが、次回ね、皆様とまたこのゲームの続きをね、していきたいと思いますね。え、何？乗れって言ってる？はい、では皆様、ご視聴、いつもなりわのゲーム実況をご視聴していただきましてありがとうございます。また次回ね、お会いいたしましょうね。なりわでございました。では。